黒石立北洋小学校は青森県黒石小屋敷にあった公立小学校。2020年3月末に閉校し黒石小学校に統合された。黒石で最も北にある小学校で学区は青森市と接している。主な進学先は中央中学校。全校児童は95人。百五十九年に双子分校を統合して、 児童数も増加し、第2章も成長してきた中で、いまだに第2では、文行のようで面白くないという意見が出され、同年公明変更の意見が、PTA 総会に提出された。そして、学校関係者に公明を募集したところ北洋が選ばれ、1963年に公明が北洋章に変更された。選出理由は、黒石の北側に位置することを表す。 北洋という響きが新鮮で良い。北は北上を意味し、厳しい中にも愛の深さと市場が溢れる。日は太陽であり、明るさと希望に満ちている。などがある。小屋敷、小屋敷西、日内、日内北、馬走り下、馬走り東、馬走り南、東馬走り、西馬走り、上目内沢、下目内沢、二双子、富田、富士見、北田中。 ABCDE 北洋省 HP 内学校の遠隔北洋省大好き、平行式で校舎に分かれ、黒い東欧日報電子版、2019年10月27日配信、黒市立中郷小学校 HP では、馬走り省が、西馬走り省、小屋敷省が非内省と表記されている。黒市立中郷小学校 HP 内学校の遠隔、 中南地区統合校開設準備委員会概要、これに本校統合の記載がある。ABCD ギャカム黒石立北洋小学校。ありがとうございます。